うん。お二人ともジャグレさんが目を覚ましました。何？ジャグレ。お前、ケンシロウか。俺は今までどうなっちまっていたんだ。ジャグレさん、あなたは凶王の剣に倒れ、ずっと意識を失っていたのです。そしてケンシロウさんがエデンの外まであなたをお連れして治療を。何？ケンシロウ、てめえが俺を。くそ、これじゃ衛兵隊長の流すたっちまう。まさかケンシロウなんかに金を作っちまうなってよ。もう体は平気か。え？なんでてめえにそんなこと報告しなきゃいけねえんだよ。その調子なら問題はないようですな。ケッ。ではエデンに戻ろう。まあそのなんだ、ありがとうよケッ。何か言ったか。なんでもねえ。さっさと行くぞケンシロウ。ではトキ、俺たちは行く。うん。ケンシロウ、またここに来るがいい。あの星の輝き、北斗七星は死を司る星。乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。